ボルゴグラード市電は、ロシア連邦の大都市である、ボルゴグラード市内を走る、路面電車。2020年現在は、トロリーバスとともにメトロエレクトロトランスによって、運営されている。この項目では、地下路線を有する高速路面電車の、ボルゴグラードメトロトラムについても触れる。ボルゴグラード市内を走る路面電車の最初の路線が開通したのは1913年4月9日のことであった。その後はボルゴグラードの各地域への延伸が行われ、ロシア革命時の内戦では大きな損害を受けながらも収束後には迅速な復旧がなされた。1925年に都市名がスターリングラードに改められて、以降も路線網の拡張は続き、現在の路線の基礎が築かれた1936年時点の総延長は 63.2km に達した。ドイツ軍からの攻撃にさらされた第二次世界大戦中には、市電の車庫では砲弾をはじめとした軍用品の生産が実施されたが、1942年の空襲により、工場を含めた路面電車は、施設、車両ともに壊滅的な被害を受けた。復旧が始まったのは、フリードリヒ・パウルス率いるドイツ第6軍が降伏し、スターリングラードでの戦闘が終焉した翌1943年からであり、12月に営業運転が再開した。その後は、路線復旧に加えて、さらなる路線網の拡張が行われ、1953年時点で、スターリングラード市内に9系統の路面電車路線が運行していた。車両面についても戦前から使用されていた二軸車の復旧に加え、1949年にはボギー車の MTV-82 の営業運転が開始している。1950年代も路線の拡張は続き、1959年には石油精製所の開設に合わせて、南部のクラスノアイメルスキー地区に独立路線が開通した。この時点で市電の系統数は11に達したが、1960年以降はトロリーバスの路線網の整備が進み、市電については新型車両の導入や路線の移設が主体となった。その一方で、同年代にはソビエト連邦国内で路面電車と同じ規格を有しながらも、道路と分離した専用軌道や地下路線を設けることにより高速化を図るメトロトラム計画が策定され、1961年に都市名が旧来のものに戻されたボルゴグラードにも導入されることとなった。この高速路面電車路線、ボルゴグラードメトロトラムの建設は1970年から始まり、1976年に地上区間が完成し、1984年11月5日から地下区間を含めた最初の路線の営業運転が開始された。その後、1985年から建設が始まり、ソビエト連邦の崩壊を経て2011年に開通した第2のメトロトラム路線を含め、2019年時点でのボルゴグラードの路面電車の総延長は 58km である。2020年現在、ボルゴグラードの路面電車には以下の13系統が存在するが、運用は大きく3つに分かれており、それぞれ接続が考慮されていない独立した路線網が築かれている。多くの系統では5時から6時台に始発列車が、21から23時台に最終列車が設定されており、ラッシュ時には高頻度運転が実施されている。メトロトラムやトロリーバスとともに、ボルゴグラード市電の運賃は、現金やクレジットカードでの支払いの際には25ルーブルに設定されている。一方、非接触式 IC カードのボルナを使用する場合は市電及びトロリーバスは20ルーブル、メトロトラムは23ルーブルとなる。現金使用時には車内に乗車する係員から乗車券を受け取る形となる。2019年の時点でメトロトラム用も含めて、ボルゴグラード市電に在籍する路面電車車両は以下の通りである。下記の両方向系は乗降扉が左右に設置されており、ループ線が存在しないプラットフォームが両側に設置されているなどの線形条件に対応した車両を示す。ありがとうございます。